はい、じゃあよろしくお願いします。今回は受験対策動画関数第12弾をやっていきます。で、今回も3問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分の方が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、いつも通りこの問題用紙を外してやっていきますので、もしねこれを見ながら解説見たい方は、まあ、Twitter の方でもアップしてますので、まあ、それを見ていただくか、パソコンであればちょっとが別画面表示にしてもらって、ぜひね聞いてみてください。じゃあちょっと下げますね。よいしょ、ちょっとお待ちください。この辺でいいかな。よし、じゃあやっていきましょう。ちょっと消えたかな。あ、大丈夫だね。で、まず1番ですね。まあ、ちょっと図を簡単に書いてありますけど、これが y イコール 2x、y イコール 3x、y イコール -2x、y イコール -3x のグラフをそれぞれ表していると。で、これは比例の問題なので、中学校1年生の知識で解けます。で、まず、もう傾きがいくつかとか、もう数字も何もないので、その y イコール 2x、まあ、グループ分けすると、2x と y イコール 3x、これが、プラスなんだよね、比例定数が。で、こっちの2つが比例定数、 A の部分がマイナスになってると。で、ここでまずグループ分けをします。で、今 y イコールマイナス 2x、 これを見つけたいんです。これね。で、比例定数が負マイナスってことは、グラフにどんな特徴があるかって、右下がりなんだよね。必ずこっちになります。だからその時点で後位が消えます。いい、これはなくなる、絶対に。で、右上がりっていうのはプラスなので、 y イコール 2x、 y イコール 3x がそれぞれ当てはまります、あと位には。で、まずちょっとこっちから、まあ、せっかくなんでね、この 2x、 3x の方もやっていこうと思うんですけど、じゃあそれぞれ後位がどっちかっていうのを判断します。で、その数字を見るためには、やっぱりここ比例定数の2と3を見ると。で、この比例定数、ここの数字が大きくなればなるほど坂は急になります、プラスの場合。だから2と3比べた時に3の方が数が大きいですよね。つまり3の方がどんどん急になるの、こうやって坂が。つまり今回3の方が大きいから、こっちがアなんです。で、こっちがイになります、もしこっちを聞かれる問題が出てきたらね。で、それの反対側だからっていう解き方をしても構わないんですけど、今回、マイナス2とマイナス3です。で、さっき、数が大きくなればなるほど急って話をしましたよね。で、この覚え方、ちょっと良くないところがあって、細かい話をすると、マイナス2とマイナス3。これ数どっちが大きいって、マイナス2の方が大きいですよね。この数自体比べたら。だから、もし、その覚え方をしてしまうと、あ、マイナス2の方が大きいじゃん。ってことは坂は急なんでしょ、あ、じゃあこっちじゃね、うじゃんって行きたくなるんですけど、今回の答えはこれ、えなんです。さっき答え書いちゃおうか。えです、答えは。で、さっきも話したように、さっきこう 2x、3x 見つけましたよね。例えば今、イが y イコール 2x なんです、ここに書いてあるように。で、それの反対側は2と -2 っていうのは、ちょうどここが線対称になるので、結局外側の方が -2x になります。なるんですが、まあ、その覚え方をしてもらうよりも、これね、いろんな説明の仕方があるんですが、まずマイナスの時は右下がりだよねってのを覚えてもらう。そしたら次に、数が大きいとかじゃなくって、プラスマイナスを除いた数字、だから今回だったらマイナスを一回無視して2と3で比べてほしいので、その数字が大きい方が急なんです。だから2と3を比べて3の方が大きいでしょ。だからこっちの方が急な方なので、坂が急になってるこっち側、つまりうが、ここに行くとまずいね、 y イコールマイナス 3x がうになると、こういう判断をしてもらえたらと思います。まあ、これグラフの見つけ方ですね。まあ、3年生になるとやる二次関数、こういうカーブのもあるんですけど、その問題もよく出てきます。こういうカーブ、もっと急なカーブ、下のカーブとかいろいろあるんですけどね。そう、それも、まあね、それはまあ、おいおい、また出していこうとは思うんですが、ひとまず比例だったらこういうふうに解いてみてください。で、今回まあ主役なのはこっちですね。こちらが難しいです。2番、3番の方が。で、2番は情報が多いので、いつも話をするんですが、自分は
関数の問題で、今回問題文ちょっともう一回パラッと映るかな、ちょっと難しいから、この辺にあったでしょ、これ4行今回あるんですが、基本的に長いです。関数の問題って情報が多いんです。で、その情報を全部こっちのグラフというか図の方に移します。どういうことかっていうと、例えば直線 L は関数 y イコール2分の 1x マイナス3って書いてくれてる。だからこことかに y イコール2分の 1x マイナス3って書いてしまいます。で、これをすることによって文章を読んで戻って読んで戻ってという作業をしなくて済むんです。いい？で、ちなみに慣れてきたら、これ1次関数ですね、切片がマイナス3って書いてあるんで、あ、ここ切片っていうのは y 軸とぶつかったとこだから、あ、ここマイナス3なんだ、正しくは0のマイナス3ね、なんだってことも書くといいです。これは使う使わないは関係ないの、書いておくと便利だから。で、次は M です。 y イコール2分の 1x プラス5プラス5ですね。だから同じように切片、ここですね、ここは5なんです。今ここね、ここで、あとが四角形 ABDC、 これがまあ平行四辺形、俺のちょっとね曲がってますけど、で、点 A の X 座標がマイナス2、ここね、マイナス2で、こういう書き方を間、こういう書き方をしますよ、く俺は間を抜いておく。で、抜いたのを忘れちゃうっていう子はシャーペンとかでちょっと目印でぐるぐるって書いておくといいです。自分ここ忘れてるよっていうのが分かるように、それは任せます。で、 B の Y 座標がマイナス1、これ気をつけばね、こっちがマイナス1です。こうで、だけかな。はい、ということで、これを全部写したことによってもう問題文は読まないんです。で、これをするためには、あ、問題文なんか書き写してるのだったらどうしようってなると、結局集中力が問題文行ってグラフに行ってってまた飛び飛びになってしまうので、必ず全部写す、しっかり写すっていうのを癖にすると、もうここで集中できるから、ここで解いていけばいいんだっていうふうにやってください。じゃあですね、長く話しちゃいましたけど、まず2番いきましょう。C の X 座標が3の時に D の座標を求めなさい。まあ C が3なんですね。これは、丸い2番で書いてあるから、こっちしか問題をね、使わない感じかな。C が3の時に D を求めたいと。で、ここ、実は全部埋まるんですよね、ここ。で、どう埋めるかっていうと、関数っていうのは別に直線だろうと。二次関数のカーブ、曲線になってよと。反比例みたいにね。カーブでも何でもいいです。その、線の上に点が乗ってたら代入して OK なんです、必ず。で、今 A の X 座標はマイナス2ってことは L の上に乗ってるんだから、この X にマイナス2代入していいよねって話なの。つまりマイナス2を代入すると Y イコール2分の1かけるマイナス2マイナス3、一応やろうか、これだけかけるマイナス2マイナス3です。で、ここ、約分すると、マイナス1。つまり、マイナス1引くマイナス3だから、y イコールマイナス4となります。だから、ここマイナス4だよねって。同じです。B も L の上に乗ってるので、y にマイナス1を入れます。で、計算すると、4か。わかる。で、上も同じ。C は M の上に乗ってるので、x が3を代入します。2分の3プラス5。5が2分の10なので、2分の13か。こういうふうに分かります。で、この後、解き方、まあ、いろいろあると思うんですが、平行四辺形になっているので、ある特徴があります。で、何の特徴かっていうと、平行四辺形は、対辺。こことここがもちろん平行だし、長さが同じです。ってことは、A から B までの、こう、上がった部分。いくつ行っていくつ上がったってわかるじゃないですか。それが同じように C から D も上がってるはずなんです。両方ともこう上がるはずだから。で、今 A から B X を見るとマイナス2から4に上がってる、つまり6増えてるんです。右に6行ってるの。ってことは D の X 座標は C から6行くはずなので、 D は3に6足して9ってわかります。で、この後は Y もね、マイナス4からマイナス1に増えてる。これは3増えてます。マイナス4からマイナス1は3増えてる。だから、こっちも2分の13に3増やせばいい。
3っていうのは2分の6。だから足して2分の19と。こうやって解いても構わないですし、D の X 座標が9って分かった時点でここに代入してもいいです。ね、上に乗ってるから。2分の9足す5、つまり2分の19、どっちでも構わないんですが、平行四辺形なので同じ風に増えるよっていうのは使えます。これは A から C に増えた分が B から D に増える。この増え方もどっちも使えます。まあ平行四辺形の特徴の一つですね。で、3番いきましょう。で、3番はですね、ちゃんとした、しっかりした解き方を1個になります。やった後に、ある中学校では習わない、でも進学塾とかでは習う高校の公式なんですけど、一応それをお伝えします。で、それに関しては、覚えておきたかったら覚えておいてください。便利は便利です。でも、中学では習わない内容なので、スルーしてもらっても構いません。そこはみんなが決めてください。いいかな？では話を戻して ABDC、 この平行四辺形ですね、四角形 ABDC の面積を求めに行きます。で、これはですね、思いっきりちょっと斜めなので、このまま攻めるとちょっと厳しいんですね。で、何をするかっていうと C の位置を動かしていきます、自分は。で、どういうことかっていうと、全部赤でいこうか。これ平行四辺形の公式っていうのは底辺×高さです。面積の公式、底辺×高さで、今 ABこの長さを変えなければ、別に CD がここに動いてこようか、ここに動いてこようか、面積は変わりません、平行四辺形っていうのは。高さも変わってない、底辺も変わってないからね。ってことは、この CD をこっち、C がここにくっつくように持ってきます。もちろん D も動きます、その分。ちょっとだけね。だから、今、この平行四辺形の面積を出しに行こうって話を変えたんです。そうするとちょうどここで切れるので面積出しやすいんですよね。で、ここで何が起こるかっていうと、この後にここ切ります。切る。で、先に指針、ね、やり方を説明すると、切った後にこっちの三角形の面積出していきます。こっち、左下。で、平行四辺形の特徴は、対角線で切った時、この三角形とこの三角形、面積一緒です。二等辺三角形は。だから、左下の方の面積が例えば5って分かったら2倍して10ってすぐ分かる。で、左下の面積を出しに行くと。で、左下の面積がちょうど Y 軸で切れてるので、左側、ここと右側に分けて面積出せば出せるよね。っていう感じで解いていきます。で、今回ちょっと全部意図的に赤でやります。最後その高校のやつ青で書こうと思ってるので、じゃあ行きましょう。ちょっとペンのね、インクが流れちゃった。で、左側行きます。で、まず、両方とも三角形の高さじゃない、底辺。ここですね、Y 軸の部分。これは、マイナス3です、座標が。ここ5です。ってことは、長さいくつかって言ったら8ですよね。下に3、上に5いってるから全部で8。底辺8で、まず左側。高さここです。ここ。ここは、今、マイナス2のマイナス4だから、マイナス2のマイナス4。つまり、こっちなんでマイナス2。でも、高さにマイナスはないので、長さとしては2を使います。だから、底辺 8× 高さ 2×2 分の1。まあ、一応書こっか。底辺 ×高さ ×2 分の1。これが左側です。足す、右側も底辺8。高さはここです。4ね。4のマイナス1だから。だから、底辺かける高さかける2分の1。これ計算すると、8と10、16で24か。となります。で、今、これが左下全部。ここの面積が24って分かりました。で、それを2倍すれば平行四辺形になるので、答えは、48。で、今回問題文に単位が書いてないので、平方センチとかつけずに、答えを書いてください。こんな感じです。で、最初、途中にも話をした、高校のちょっとやり方を説明します。で、これはですね、まあ、本当それ聞くつもりないよって方、ここで切っちゃって大丈夫だからね。切って構わないんですが、おまけ。実はこれね、平行四辺形って分かってるので、もしここの長さ、これ底辺ですよね、平行四辺形
で、高さっていうのはどこでもいいんですけど、例えば C から。こうやって。ここの長さでもいいですけど、ここ高さになります。だから、底辺と高さ D から下ろしても構わないですけど、高さが分かれば、まあ求めることができるんです。で、今、AB の長さっていうのは、2点。この A と B の座標が出てることが条件になるんですけど、2点間の距離といって、2つの点の距離は出すことができます。公式で。で、これそんなに難しくないです。ただ中3の知識は必要です。ね、3年生の知識は必要になりますけど、で、どうやるか。これはね、どっちからどっちを引いても構わないです。例えば今、B から A を引くと決めてください。B から A。で、X 座標を引きます。ちょっと暗算気味で書くからごめんね。AB の長さっていうのは、ここを引く。つまり、4からマイナス2を引くんで、6。それ2乗します。プラス、マイナス1からマイナス4を引くと3。それを2乗します。で、それを両方足して、ルートをつけるんです。はい。これが長さの求め方。いいかな？これ AB って書けばよかったね。ごめんね。AB イコール。で、これが6、45になるか。ルート45なんで、3ルート5か。こうなります。これで AB。これ2点間の距離で求められるので、まあこれだけでも覚えてくれてもいいかなと思います。いいかな？で、次に出したいのは、点と線の距離。なまったな。点と線の距離。直線のこの L と C から下ろした垂線。つまり、点と線の距離なんですけど、これの出し方があります。で、これはもちろん、座標とここの直線の長さが出てることが条件にはなるんですけど、まずですね、ちょっとルートがめんどく、あ、ごめん、分数めんどくさいんで、全体に2かけます。2かけて、イコール0に直してください、式を。で、2かけると、これが、x。で、こっち持ってくるね。マイナス 2y、マイナス6、イコール0と。これ、変形しただけね、2をかけただけです。で、どうやるか。まずです。これちょっとめんどくさいです。こっちはめんどくさい。で、高さの方なんで、高さって書いておこうか。まあ、点と線の距離ね。これはね、x と y の係数があるでしょ。これ1ですよね。こっちマイナス2ですよね。それぞれ2乗します。1の2乗は1。マイナス2の2乗は4。足して5ですよね。それをルートの中に入れたのが分母にきます。ルート5。分の。はい、ここから始まる。で、次にやることが、絶対値使うんですよ。だから、ルートの絶対値が入った時点で、もう嫌だって思う子も多いと思いますけど、絶対値。これは、3と2分の13を、ここと xy に入れてください。で、例えば、3を入れると、3×1 なんで、もちろん3ですよね。で、2分の13ここに入れると、マイナス2とかけるので、マイナス13になります。で、マイナス6はそのまま書いてください。で、イコール0は無視です。無視して構わない。こうなる。で、待って、これ右側入ってる？ああ、いけるね。で、下のルート5、まだそのまま置いときます。で、絶対値、まあ一応先計算しようか。やると、これマイナス16ってなります。で、絶対値マイナス16は何かっていうと、絶対値っていうのは、0からの距離。これは中1でやりました。0からの距離なんです。だから、まあ今ね、数直線書けないんで書かないですけど、マイナス16って0からいくつ離れてますって聞かれてる。それはもちろん16離れてますよね。だから、絶対値マイナス16っていうのは、これ普通に16と同じなんです、こうやって。出てくるの。これが高さになります。いいかな？で、底辺、高さ分かったんで、平行四辺形は底辺かける高さ。これあえて有理化しないでいいです。ルート5約分で消えるんで。消えます。3×16 するから48出ますよねっていう。はい。こういった解き方もあるんですが、おまけなので。これは、もし覚えたかったら覚えてください。自分は個別指導塾にいたので、すごいこうハイレベルの子とか、数学が超得意な子とかにはね、知りたいって言われれば教えてましたけど、基本的には教えてないです。ですが、他の進学塾の話とか聞くと、結構教えるところは多いです。2点間の距離とか超便利だからあると。そう。ただもちろんこれだけでも構わないんですが、2点間、もしくは線と点から垂線を下ろした距離ね。垂線の距離。まあ、その距離を出すことができますので、もしよかったら覚えておいてください。ではちょっとね、おまけもあった分長くなってしまったんですが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、また次回ね、受験対策動画撮っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。